にちは。始まりました、川西美希です。今回は最近寒くなってきて肌のね乾燥が気になってきたんですけど、今回は冬の時期に特におすすめのベースメイクを紹介しつつ、雪だったりとかちょっとキラキラした感じの可愛らしいイメージの透明感メイクを紹介したいと思います。それでは川西チャンネル始まるよ。はい、ということでコンタクトはしたすっぴんの状態です。でまず寒い時期になってくるとメイクをしてて崩れやすかったり、肌がカサカサになっちゃったり粉吹いちゃったりっていうのは水分不足のサインなので、メイクをする前はしっかりと保湿をしてあげてください。で私今日はねしっかりと保湿済みです。でしっかりと保湿をした後は下地を塗っていきます。夏とかだと皮脂を吸収してくれるテカらないタイプのものを使ってるんですけど、乾燥が気になるこの時期はこちらポール&ジョーのラトゥーエクラファンデーションプライマー N を使います。でこれ手に取ってみるとこのような感じでラベンダーカラーのパールが入っていて、このラベンダーパールっていうのが黄みだったりくすみを隠してくれて透明感と立体感をもたらしてくれます。このパールたちによってさらに肌なじみのいい仕上がりになるそうです。パール感アップで見るとこんな感じです。本当に細かいパールなので肌に塗ってもなんかキラキラしてるなーっていう感じはなくって、自然に肌を綺麗に見せてくれるような気がします。もちろんね冬だけじゃなくて一年中通して使えるので、なんかちょっと今日顔疲れてるなーって言った時とか、少し顔がくすんでて透明感が欲しい時とかよく使ってます。で私今までねいろんな下地使ってきたんですけど、下地だけで結構乾燥具合が変わるなっていう風に感じてて、化粧下地なんですけど保湿成分が入っていて素肌に潤いを与えてくれて程よくしっとりとした肌を保ってくれます。はい、ということでね、それでは実際に下地から塗っていきたいと思います。まずはワンプッシュ手の甲に取ります。そして3分の1を手に取って頬の中心から3方向外に向かって伸ばしていきます。猫のヒゲみたいな感じでね。で頬の中心が一番濃くって、そこからだんだん薄く外に伸ばしていくと顔に立体感がより出ます。すごい、この時点で結構ツヤ感出てて透明感がすごいです。そして次に額、鼻、口角、そして顎にも薄く伸ばしていきます。で目の周りと目の下も薄く伸ばします。で首の色と顔の色が違いすぎないように首にも伸ばしていきます。で今ちょっと分かりますか、こっちは完全に塗ってるんですけど、こっち側この部分だけ下地塗ってないんですよ。この違いめちゃめちゃすごくないですか。なんかもうツヤ感というか透明感がねもう全然違うんですよ。本当にねこの下地すごい。なんかこっちはもうどんより感がすごいんですけど、こっちは透明感というかパーンっていう感じがある。めちゃめちゃ綺麗。このねポール&ジョーのラトゥエクラファンデーションプライマーはね昔からこう塗るとテンションが上がる下地っていうイメージがあります。ちょっとねこっち側も塗っていきますね。顔全体に塗ったら下地がねムラなくついているか確認します。スポンジとかを使ってこんな感じでトントントンとしていくとムラなく均一に塗れるので最終確認的な感じで、私はこうやってポンポンポンとスポンジでさらになじませます。そしたら次はファンデーションを塗っていきます。ファンデーションはこのラトゥーエクラファンデーションプライマーと相性のいいポール&ジョーのエクラタンジェルファンデーション N101 です。こちらはジェルファンデーションになってるんですけど、パフを使って塗っていきます。やっぱね下地のあのツヤめき感きらめき感があるから上からファンデーション塗ってもねしっかりとツヤっとしてくれるんですよね。本当に綺麗この下地で。ファンデーションを塗ったら次は今回は透明感重視なので、このポール&ジョーのラトゥーエクラファンデーションプライマー N から生まれたフェイスパウダー、こちらのラトゥーエクラルースパウダーを使っていきたいと思います。でこれもラベンダーパールが配合されているのでさらに透明感が出てちょっと上品なツヤも出してくれます。こちらつけてみるとこんな感じです。なんかねパール感はつけてみるとそんなにわからないですね。でこんな感じでベースメイクは完了です。上からねお粉とかつけちゃうと結構マットっぽく見えるんですけど、この2つラベンダーパールがね入っているのでパウダー塗ってもツヤ感が残ってます。なんかハイライト塗ってないのにツヤ感っていうのはねちょっと不思議なんですけどこの2つはね特に冬活躍してくれるんじゃないかなと思います。はい、ということでベースメイク終わったのでポイントメイクもしていきたいと思います。まずはチークから。チークはポール&ジョーのジェルブラッシュ04番です。こちらのチーク指にとって黒目の下側に少し丸めに入れていきます。でチークはちょっとね今回は可愛らしく入れたいと思います。なんか透明感メイクとかキラキラとかがついてると少し可愛らしい女の子らしい感じの印象のメイクにしたいなと思ったのでちょっと丸めに入れます。チークはこのような感じです。
このチークも手に取った感じみずみずしいんですけど、すごい肌にフィットしてくれて、密着はするんですけど、ふんわりとのせれて、めちゃめちゃ可愛いチークです。で、次にアイブロウです。全然眉毛ないんだけど、すごい嫌だ。まずスクリューブラシで全体を溶かして、パウダーのアイブロウを使って全体色をつけていきます。ほんのりと全体色味をつけていく感じで、なんか一番最初の色は私は眉毛より明るめの色をつけて、ちょっとね様子を見ます。でその次にちょっと暗めのカラーで眉山を描いていきます。でこの時に眉山を上げるのか下げるのか、どっちにするのっていう感じなんですけど、今回はちょっと優しい雰囲気にしたいので、眉山を作りすぎず眉毛の下をですね、ここを少し平行目に描いていきます。で描いたら眉頭をぼかします。やっぱ眉毛あるだけで全然印象違うな。で眉毛描いたら次はアイメイクです。で今回はクリスマスだったり、ちょっと雪みたいなキラキラしたイメージのアイメイクをしたいので、こちらポール&ジョーのスパークリングアイカラー01番です。でこちらを指にとってまぶた全体に伸ばしていきます。かわいい。アイシャドウつけてみるとこのような感じです。でこちらのアイシャドウチップを使って涙袋にも入れていきます。でこれすっごいね、細かいラメがキラキラしてくれるので、涙袋に入れてもねめちゃくちゃ映えます。かわいい。涙袋ビフォーアフターはこのような感じです。そしたら次はこちら、先ほどと同じ種類のポール&ジョーのスパークリングアイカラー02番です。すっごい可愛くて、ちょっとラベンダーカラーかな、ピンクかなっていう感じのピンク、これも手に取ってまぶたの目尻側だけに入れていきます。ほんのりピンクです。すっごい可愛いカラーです。目尻側につけて少し内側にぼかします。そしたら次、こちらもね色違いなんですけど、ポール&ジョースパークリングアイカラーの04番、こちらはダークブラウンです。でこのカラーをチップに取って黒目の上ぐらいから目の際に細めに入れてって目尻に伸ばしていきます。でちょっと内側もぼかす。目尻はちょっとね垂れさせて見せます。まあ私の鉄板ですね。反対側も同じように描いていきます。そしたら次はアイラインを細めに描いていきます。でアイライン、私はインラインをまず埋めて、その後にまつげの間を埋めていく感じで、目尻はシャドウを描いたようにちょっと垂れさせます。でアイラインは黒目の上をちょっと山盛りにする。大げさに言うとこんな感じで黒目の上だけを描いてあげます。そうするとちょっと縦幅が増してまん丸いお目目に見えます。でアイラインかけたらマスカラを塗っていきます。下まつげからちょっと塗りますね。目尻の方のみこんな感じで塗っていきます。上のねまつげも目尻側強めに塗りたいので、まず目尻側からこんな感じで塗って、で黒目の上目頭塗っていきます。で、マスカラ塗ったら次は、ちょっとね、忘れてたんですけど、ハイライトを塗っていきます。で、いつもハイライトってベースメイクの後にすぐつけちゃうんですけど、今回はね、なんかこのダブル効果でツヤ感があったので、ハイライトちょっと忘れちゃってたんですが、まあ、ハイライトなくてもいいっていうぐらい、ちょっとツヤ感がある感じです。塗らないと落ち着かないので、塗っていきます。目頭、ポーンと塗って、でそして反対側も塗ります。でハイライトは指でつけた方が肌密着が良くてよりツヤっとしてくれる感じなので、私は指で塗ってます。で鼻の付け根にも塗って、鼻先はブラシを使って私はススッと塗ります。で眉上、そして顎にも塗ります。そして最後はリップです。リップはこちら、猫ちゃんのねめちゃめちゃ可愛いパッケージなんですけど、中はこんな感じのカラーです。ポール&ジョーのリップスティック N の306です。こちらを塗っていきます。でこれ顔色をね一気に変えてくれる結構濃いカラーなんですけど、内側に塗ったら外側にぼかしていきます。リップ以外は結構雪っぽい感じ、ラメとかパール多めで可愛らしいカラーを使ってきたんですが、このリップ濃いのをつけることによって肌を少し白く見せてくれるなと私は思って、このカラーちょっと選んでみました。はい、ということでこれで透明感メイクの完成でーす。今回使ったこちらのポール&ジョーのラトゥーエクラファンデーションプライマー N、 こちらは保湿美容液でもあるので、これからの乾燥の時期にもぴったりだし、肌が綺麗な方はねほんとこれだけでもいいっていうぐらい、私的には肌をね綺麗に見せてくれる下地なので、とってもおすすめです。でこのポール&ジョーの下地はねもともと大好きで、以前から動画でね何回も紹介したことあったんですが、今回ポール&ジョーの公式アプリにて川西のこの動画を見てくださったあなただけの専用コード1111を入力すると、こちらのスペシャルサンプルセットのクーポンをゲットできます。
で、このサンプルちょっとね、中見てみるとこちら、先ほどね、私が使ったラトゥエクラファンデーションプライマー、なんと1、2、3、4、5、5個もね、ついてます。で、5つ入ってるので5日間お試しできます。めちゃめちゃ嬉しい。初めて使うっていう人は5日間もね試せるのですごい嬉しいっていうのと、あと私みたいに以前から使ってるよっていう方はこちら旅行とかにもね持ってってもいいので、ぜひポール&ジョーのね公式アプリチェックしてみてください。詳しくは概要欄に URL 貼ってあるのでそちらの方チェックしてみてください。そしてね、ポール&ジョーの店頭にもぜひ遊びに行ってみてください。はい、ということで最後まで見てくれてありがとうございました。この動画を楽しんでくれた方、高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。そしてTwitter、Instagram、ミキポーの自由帳、TikTok もあるのでそちらの方もチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。川西美希でした。バイバーイ。